今回は10月4日から開催となるスタンレーレディースホンダゴルフトーナメントについて語っていきたいと思います。2024年第30戦今大会の開催場所は静岡県での開催となります。まずはスタンレーレディースの概要についてですが、開催日は10月4日から10月6日の3日間競技となっています。賞金総額は1億2000万円、優勝賞金は2160万円となります。開催場所は静岡県の東名カントリークラブ、全長6610ヤード、パー72のセッティングとなっています。今大会は米女子ツアーを主戦場としている古江彩佳選手、笹生優花選手、稲見萌寧選手も参戦予定となっています。またこの大会から第2回目の2ランキングが適用されることになります。残りの試合、日没などの影響もあり、出場枠も少なくなってくるため、2ランキングが30位以内に入っている選手であれば、おおよそ残りの試合に出場できるという感じになってくると思います。実際にリランキングが1位から40位までの出場状況についてですが、1位から27位の選手が出場しており、28位の荒川玲香選手は欠場となっています。 2,3 週間前に右手首に痛みがあるということで、その影響なのかもしれません。そして29位から33位の選手が出場、36位、37位の選手も出場となっています。39位の辻理恵選手は主催者推薦になっていると思います。スタンレーレディースホンダゴルフトーナメントは1980年からスタンレーレディースプロゴルフトーナメントとして開催されました。1994年から SC レディースプロゴルフトーナメントへ名称変更、そして1996年から2002年まで一時中断となり、2003年からスタンレーレディースゴルフトーナメントとして再開、2022年から現在のスタンレーレディースホンダゴルフトーナメントとなりました。1992年にイ・ヨンミ選手、2011年に有村智恵選手が通算15アンダーで優勝となり、大会トーナメントレコードを出しています。開催場所となる東名カントリークラブは静岡県にあるゴルフ場です。1968年に開場しているゴルフ場で、雄大な富士の裾野を生かした27ホールの丘陵コースとなっています。アップダウンは緩やかで、広いフェアウェイでのびのびとしたプレーを堪能できます。各選手がどのようなコースマネジメントでプレーするのか注目ですね。ディフェンディングチャンピオンは森田遥選手となります。通算13アンダーでの優勝でした。初日に15位発進となるのですが、2日目にトップタイに浮上、最終日は2位と2打差リードをつけ、6年ぶりの優勝をつかみました。そして今シーズンスタートとしては、平均飛距離が41位、フェアウェイキープ率が64位、パーオン率が69位、リカバリー率が14位、パーオン時の平均パット数が3位となっています。グリーン周りのアプローチとパットが上手い選手ですね。特にパットのスタッツは長年にわたって上位の成績をキープしています。前の週の日本女子オープンでは8位という成績でした。初日37位からぐんぐんと追い上げ、最終日もしっかりとアンダーのプレーで追い上げました。今季はトップ10入りが9回あるなど安定した成績を出しています。メルセデスランキングも18位で、ポイントとしても昨年ベースではシード権が確定圏内に入っています。国内メジャーでも上位での成績を出していますし、調子も上向きです。優勝できる実力は十分にあると思うので、今大会連覇となるかどうか注目ですね。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。この大会から第2回目のリランキングが適用されることになります。リランキングの上位から気になる選手をピックアップします。まずは堀琴音選手。スタッツとしては平均飛距離が77位、フェアウェイキープ率が5位、パーオン率が19位、リカバリー率が23位、パーオン時の平均パット数が71位となっています。ドライバーショットの精度が高く、アイアンショットとグリーン周りのアプローチが得意な選手ですね。前の週の日本女子オープンでは22位という成績でした。今季からシード権を失い、前半出場権からのスタートでしたが、第2回目の2ランキングは堂々の1位、安定した成績を出していき、メルセデスランキングも25位となっています。獲得ポイントとしても昨年ベースではシード権獲得に返り咲ける状況となっていますね。ただパッティングには苦戦をしていて、長尺パターを使用し、また今季の5月からはノールックパッドを取り入れたりしています。残りの終盤戦でも活躍を見せてほしいですね。そして鶴岡可恋選手。スタッツとしては
平均飛距離が13位、フェアウェイキープ率が48位、パンオン率が8位、リカバリー率が79位、パンオン時の平均パット数が38位となっています。ドライバーの飛距離があり、アイアンショットの精度が高い選手です。リカバリー率の数値が改善してくると、さらに活躍できそうな雰囲気がありますね。第2回目のリランキングは2位。獲得ポイントとしても、昨年ベースではシード権獲得が濃厚となっています。前の週の日本女子オープンでは48位という成績でした。今季はトップ10入りが6回、そのうち2位が2回と、優勝まであと一歩という活躍を見せています。残る終盤戦で初優勝達成となるかどうかも注目ですね。そして小林光希選手、スタッツとしては平均飛距離が26位、フェアウェイキープ率が47位、パンオン率が24位、リカバリー率が38位、パンオン時の平均パット数が30位となっています。際立った点はないものの、全体的にバランスの良いスタッツとなっていますね。安定感のあるプレーが強みです。第2回目のリランキングは3位となっています。獲得ポイントとしても昨年ベースではシード権獲得が濃厚となっています。昨年はステップアップツアーを主戦場としており、賞金ランキングは3位でした。今季は QT で上位のランキングを出し、レギュラーツアーが主戦場になりました。レギュラーツアーでもしっかりと活躍を見せ、優勝争いのプレーもあるなど、実力のあるプロ2年目の選手です。個人的には今季か来季には初優勝を取ってくる選手なのではと期待をしています。今季残りの試合で再び優勝争いのプレーを見せてほしいですね。そして三ヶ島かな選手、スタッツとしては平均飛距離が67位、フェアウェイキープ率が40位、パンオン率が47位、リカバリー率が42位、パンオン時の平均パット数が32位となっています。もともとはアイアンとパットが得意な選手だと思うのですが、今季はなかなか思ったような数値になっていない感じでしょうか。今季シード権を失い、QT から上位のランキングをつかんで活躍を見せています。2021年にメジャー大会に優勝しているので、複数年シードを保有していますが、それを使わずで戦っています。第2回目のリランキングは13位。今季トップ10入りは2回のみと、なかなか上位の成績を出せずという状況になっていますかね。メルセデスランキングも56位となっているので、上位の成績を出してポイントを稼いでいきたいところです。終盤戦に向けて勝負どころになってくると思うので、活躍を見せてほしいですね。そして、正田夢乃選手。前の週の日本女子オープンには出場していません。同じ週に開催されたステップアップツアーのスカイレディース ABC 杯に出場しており、18位という成績でした。当初はステップアップツアーに出場する予定はなかったようですが、好きなコースでの開催ということで、シーズン終盤戦に向けてのきっかけをつかんでいきたいという狙いのようです。今季は QT ランキング147位でのスタートとなりましたが、推薦で出場したリゾートトラストレディスで8位の大活躍を見せ、リランキングも一気に上昇、レギュラーツアーが主戦場となりました。その後も NEC 軽井沢セブンツーゴルフで優勝争いの展開で2位という成績、さらに地元大会のニトリレディスで4位、ゴルフファイブレディスで8位と本来の実力を発揮して一気に知名度も上昇してきました。第2回目のリランキングは14位で、メルセデスランキングは現在57位、あと150ポイントほどを加算すれば昨年ベースでシード権獲得となるラインに上昇できます。まだ残り試合があるので、再び上位の成績を出していってシード権獲得を目指してほしいですね。そのためにも今大会での活躍に期待です。そして菅風花選手、今季の QT ではスコア5期によりQT ランキングが5位から一気に104位まで後退となってしまいました。それでも QT 5位の実力は本物で、今季はレギュラーツアーでトップ10入りが3回と上位の成績を出していき、第2回目のリランキングは18位となっています。メルセデスランキングは65位、シード権獲得の目安まであと200ポイント以上は加算していきたいところです。ここ最近の試合では8位、13位と上位での成績が続いているので、ゴルフの調子は上向き傾向と思います。残りの終盤でも大きな活躍を見せ、シード権獲得を目指していってほしいです。はい、今回はスタンレーレディスについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。